はい、皆さん、こんにちは。アジェイと申します。今日はですね、定期テスト対策で、枕の創始、上にサブラフ、ね、オン猫は、やっていきたいと思います。注意として、古文や幹部はね、教科書によって、漢字表記、ひらがな表記、送り仮名などなどですね、表記が異なる場合があるので、この動画と表記が異なる場合は、皆様お持ちの教科書の方を参考にしてください。では、行きましょう。 上にサブラフ、オンネコはという風になっています。サブラフ、これ、謙譲語ですね。字の文で使われている場合は、作者から敬語を使っていることになります。そして、この謙譲語というのは、目的語を高める敬語になるので、上にというね、この一条天皇のことを指したりしますけども、天皇陛下のことですね。だから、一条天皇に対する謙譲語という風になります。なので、役としては、 一条天皇のおそばに施行しているおん猫はという感じですね。うぶりにて、妙部のおとどとてという風になってますが、うぶりというのはですね、語彙に寄せられる。まあ、要するに、位をいただいてる猫っていうことなんですよね。もう半端なく偉い猫だということになります。しかも名前が、妙部のおとどという風にね、名前ついてると。なかなか大層な名前のついた猫ですよね。えー、語彙をいただくことで、妙部のおとどとなってですね、意味中、 おかしければ、貸しずかせたもうっていうね、せたもうというのが尊敬語尊敬語、二重尊敬になってますさ。作者から一条天皇に対する尊敬語ですね。尊敬語は主語を高めるので、ここはね、一条天皇が大切に世話をして遊んでいるという、遊ぶというかね、まあ世話をしていらっしゃるという感じですね。非常に可愛い,いので、一条天皇は大切に世話をしておいで遊ばすという感じです。 端に入れて、伏したるに、目のとの、ね、沼の苗部という風になってますね。このたりは官僚存続の助動詞のたりですね。 その猫が、遠ぎに出てですね、横になっているというね、ここは存続で撮るのが綺麗でしょうね。お世話役の馬の妙部がですね、穴正ナ,ナヤ入り玉へと呼ぶに、という風になっています。緑で色を変えている部分というのは、問題で出てくる可能性が高いなという風に予想している部分なので、要注意ですね、と。上というのは、一条天皇のことを指す。小ぶりというのは、五位に寄せられるっていうことを指します。そしてアナ、穴正ナヤというのは、ここね、現代語訳、 が聞かれるかなというふうに予想します。入りたまえは尊敬語ですね。ここ喋っているのは馬の名部というふうになるので、馬の名部から猫に対してね、入ってくださいというふうに尊敬語を使っているというね、平和ですね。まあ、お行儀は悪い。お入りなさいましと呼ぶにですね、呼ぶが、日の差し入りたる官僚存続のたりですね。たるに、眠りていたるをというふうになってます。このたるも官僚存続ですね。 が差し込んでいるところで眠ってじっとしている猫ですねを脅すとて。 沖縄なまろいずらという風になってますね。脅かすために、沖縄なまというね、犬なんですけども、どうしたのという風に言って、妙部のおとどくへという風にって書いてます。妙部のおとどに噛みつけという風に言うと、まことかー言うてね、ほんまかー言うて、知れもの、走りかかりたればという風になってますが、この知れものというのは意味、誰を指すかという問題が出そうだなと予想してますが、これね、官僚存続のたりを使ってますが、本当か 思って、愚か者の沖縄ロですねこれね犬です走って向かって行ったのでですね怯えまどいてミスのうちに入りぬ官僚の助動詞、ぬです猫はね怖がりうろたえでミスの中に入ってしまったと 朝ガレいのお前という風うになってますが、これはね、朝ガレいっていう読み方が問題で聞かれそうだなぁという予想をしているので注意しといてください。まあ、天皇陛下がね、お食事とかを軽くする部屋のことを朝ガレいの間という風うに言うんですけども、朝ガレいのお前に、上、おわします。尊敬語を使ってますね。そして上という風うにね、主語書いてくれてるのでわかりやすいですね。一条天皇がいらっしゃるという風うになります。朝ガレいのお前に一条天皇がいらっしゃる時で、 ご覧して、尊敬語ですね。これも作者から一条天皇。ご覧になって、意味中驚かせたもうですね。せたも、うここも二重尊敬を使ってます。尊敬語、一条天皇に対するものです。ご覧遊ばして、大変びっくり遊ばされると。さあ、ご飯でも食べようかなと思ったら猫が急に飛び込んできたから、うわ、なんじゃーっていう風になったと。猫は、恩、懐に入れさせたまいて、という風になってますね。尊敬語ですね。一条天皇は、猫をですね。 とに入れなさってという風になります。猫をご自分の懐に入れなさって、おの子供メセバメスというのも呼ぶの尊敬語になるので、一条天皇がお呼びになったわけですね。天上の男の人たちをお呼び寄せになるとです。玄人忠敬、そして成り中参りたればという風になってますね。マイルは謙譲語です。一条天皇の元に参上するというね。一条天皇に対する謙譲語ですね。 ね。官僚尊続のたり使ってます。クロードのたたたかとなりなかが参上したのでという感じですね。この沖縄の内調子で犬島に使わせっていうふうに言ってますね。喋っているのは、これね、次の行を見ると、大せラルレバというふうになっているから、二重尊敬使っているので、一条天皇が尊敬語を使っているということがわかります。なので、これ一条天皇が自分がね、自分に対して尊敬語を使ってるんですけども、使わすっていう 天皇陛下なんで自分に対して尊敬語を使うっていうのも OK です。自形表現という形になりますね。 この沖縄を打ちこらしめて犬島に追いやれという風になってます。このね、時系表現の注意点は、役になすときに、ちょっと尊敬語の訳は抜かないといけないってことなんですよ。なんぼね、天皇陛下が自分の行動に尊敬語を使うって言っても、そのまま尊敬語で訳すと、ちょっと気持ち悪い感じの役になるので、尊敬語の場合っていうのは、自分から尊敬の意味は抜くという風に覚えといてもらえればいいと思います。だから、お使いに ななるるではなくてていいやるというふうににを、ね、出すようにしてくださいただいまっていうね、今すぐにと、おうせらるれば、二重尊敬使ってます。はい、おすが尊敬語、らるれもね、尊敬の助動詞のらるというふうになると、一条天皇に対する作者からの尊敬語二つ連ねてると。今すぐと、一条天皇はお命じ遊ばすので、 集まり、狩り、騒ぐ、ですね。馬の苗部、をも、さいなみて、っていうね。さいなむというのは、敬語同士みたいですね。尊敬語で、作者で、一条天皇に対して、尊敬語を使っていると。まあ、非難なさるという感じですね。 集まって大騒ぎをして追い立てると。天皇は馬の名分をもお責めになってですね。目の途を変えてむですね。かへず、かへて、かふというね。下二段のかふという動詞に、てむという風に助動詞がくっついてます。官僚、脅威の助動詞のつ、そして推量関係の助動詞のむという風になってると。で、後ろめたしという形容詞を使ってますね。世話役の目の途を変えてしまおうですね。ひどく気が ばかりだと、まあなんか猫をいじめてるんちゃうかというね疑いをかけてしまったわけですね、これね。 はい。王政、ラルレバ。ここも二重尊敬使ってます。一条天皇がおっしゃるというね。一条天皇に対する尊敬語。お前にも入れずですね。図、打ち消しですね。だから、一条天皇は王政になるので、生まれ名簿はお前にも出ないというね。もうそんなことまで言われてしまったら当然ですけども、前には出れませんよねという形です。犬は借り入れて、滝口などして追いつかわしつですね。ここも尊敬語使ってますね。そして、官僚の女性。 子同士の通を持ってきているという形なので犬は狩り立てて滝口の武士などに命じ追放なさってしまうという感じですねここは字の文なんでねちゃんと尊敬語の訳は出しましょう 哀れ、意味中揺るぎありきつるものをっていうね、官僚の助動詞使ってますね。あこれまで大変得意善として、まあ得意顔で、まあドヤ顔でって感じですね。体をゆすって歩き回っていたのになぁというふうに言ってます。3月の3日ですね。弥生の3日です。 柳、かずらせ、させ、ですね。詩役の助動詞のさす、を使ってますね。3月の3日に、当の弁がですね、柳の髪飾りを頭に乗せさせ、そして桃の花、かざしに刺させ、ですね。これも詩役の助動詞、す、ですね。桃の花をかんざしとして刺させ、桜、腰にさしなどして、ありかせ、たまいしに、ですね。このせは詩役でしょうね。歩いていたのは、馬という馬っていうか、犬なんで、 沖縄のことでしょうから、沖縄に二重尊敬使うのはちょっとさすがにおかしいんでね、ありかせてたという感じですね。一条天皇ということになります。まあ、ここ、話してから一条天皇に対する尊敬語というふうになりますね。まあ、誰が喋ってるかというのが明確にはなっていないので、まあ、もし教科書の方でね書いてあれば、そちらの方を優先してもらったらいいですけども、まあ、特に何もないので、まあ、作者から一条天皇に対する尊敬なのかなというふうにとってもいいかなと思います。 はいで過去の助動詞の「木」の連体形「し」ですね桜の枝を腰に刺しなどしてお歩かせになった時にはという感じです「かかるめみん」とは思わざりけんですねこのような目というのはどのような目ですかというふうに問題が聞く可能性があるのでまさかね懲らしめられて犬島に追放されるような目というふうに考えてあげればいいと思います。 そして、助動詞の無ですね。このような目に合うだろうとはっていうね、推量でいいと思いますね。思わざりけむ。打ち消しの助動詞の図。そして、過去推量の助動詞のけむという風になってると。こんな目にある合うだろうとは思わなかっただろう。などと。哀れがる。まあ、しみじみね。ちょっと気の毒だなぁと思っていると。 お物の檻は必ず向かい走ろにというふうになってますね。サブラフです。謙上語。これも話してですね。話してから、これね、えー、おそらく中宮ですね。天、えー、子様、まあ。皇后に対するものかなと思います。皇后もね、えー、中宮も基本的には同じなんですよ。天、まあ、子様に対してという感じですね。気の毒があると 皇后様、天使様のお食事の時には必ずお前の正面に向かってね、思考していたのにという感じですね。想像しくこそあれなど言い手って書いてます。サウザウシっていうね、えー、これ形容詞ですけども、まあ、ここまた意味が聞かれたりするかなと思うので、要チェックでお願いします。こそあれですね。形女詞なんで、係り結びの法則になってます。 沖縄のがいないのは物足りなく寂しいことだなぁ、などと言ってという感じです。3、4日になりぬる昼つかたですね。まあちょっと3日4日経ったということですね。官僚の助動詞で。3日4日になってしまったその昼つかた、お昼頃です。犬、意味中鳴泣く声のすればですね。犬がひどく泣く声がするのでです。おや追放されたはずなのに犬の泣き声がすると。 なんぞの犬のですね。一体どういう犬が各、膝周泣くにか、アラムと聞くに、という風になってますね。にやにか、アラムのには断定という風に捉えてもらえれば OK です。にやにか、アラムのには断定ですね。そしてこのムーは水量でいいと思います。こんなに長いこと泣くのであろうか、というね、思って聞いているとです。一体どこの犬がね、こんな長い間ずっと泣いてるのかな、と聞いてたら、 よろずの犬、とぶらい見に行くという風になってます。たくさんの犬たちが様子を見に走っていくと。三河屋ウドっていう風に読みます。もうこれもちょっと読み方がもしかしたら問題になるかもしれません。えー、トイレ関係のね、ご容認という風になるんですけども、これ、断定の助動詞のなりですね。で、あるものが走りきて、穴イいみジってなってますね。宮中の便所のね、ご容認であるものが走ってきて、ああ、大変なことですと。 犬をクロード2人して打ちたもうというふうになってますね。これ喋ってんのは三河屋ウドですね。だから、えー、三河屋ウドからクロードに対する尊敬語ですね。尊敬語は主語を高めるので、クロード2人が打っているという形なんでね。で、死ぬべし。死ぬに違いないというふうに推理をしていると。犬をクロード2人でおうちになっていると。きっと死ぬでしょう。犬を流させたまいけるがというふうになってますね。犬 流すわ役で,す、ね、詩益で玉井尊敬語です。まあ天皇陛下、一条天皇がね、えー、追放せよというふうに言ってましたからね。で、過去の助動詞です。犬をお流し遊ばれたのが帰り参りたるとてですね。帰ってきたわけですね。これも喋ってるの三河ヤウドですからね。から、宮中天皇のもとに帰ってきたということです。官僚の助動詞のたりも使ってます。 そして、長寿賜も長寿というのは、もうね、バシバシとね、こう、懲らしめるという意味になるので、これ、天皇というよりすみません、ここ天皇じゃないですね。クロード二人が、長寿賜もというね、三河屋宇土からクロード二人に対する尊敬語です。起算しているというので、怒らしめになるのですというと。心うのことや、沖縄まろなり、断定の助動詞ですね。かわいそうなことよと、沖縄まろであると。 忠敬、実ん何度打つといえばっていうね。ただたかっていう人と、実房という人が打っているというのでという感じですね。精子にやるほどにかろうじて泣きやみというふうになってますね。止めに人をやるとようやく泣きやんだ。うん。死にければ、過去の助動詞ですね。人の戸に引き捨てつ、官僚の助動詞です。死んだので、人の外に引っ張っていって捨ててしまったと。 言えば、哀れ狩りなどする憂鬱方ですね。というので、不憫なことだなぁ、などと思っている夕方です。意味次げに晴れですね。ひどく晴れ上がり。浅ましげなる犬のですね。わびしげなるがという風になっています。悪気に取られるほどの姿をした犬でですね。この脳は各助詞の脳なんですけど、同格という意味で使っています。もしかすると意味聞かれるかもしれないので注意しておいてください。悪気に取られるほどの姿をした犬。 で、わびしげなる気力を使い果たしてしまった様子の犬がという感じですねだからわびしげなるの後に犬がちょっとね省略をちょっと補わないといけないという感じです「罠なきありけば」「沖縄路かこの頃という風になってますねブルブル震えて歩き回るねなんかもういろんなところが腫れまくってる犬が歩いてるわけですね「沖縄路かこの頃 かかる犬やはありくこれ半語で使ってますね軽女子ねなど言うに沖縄路というふうに言ってます沖縄路以外にこんな犬が歩き回っているはずがないと言ってですねここのかかる犬やはありくっていうところは現代語訳の問題が出る可能性が高いなと思うので注意しておいてくださいねなど言うに沖縄路 といえど、聞き入れずですね。打ち消してます。と、名を言うけれど、聞き入れもしない。まあね、そんなにボッコボコにされたら、怖がって寄ってこないですよね。 それともいい、あらずとも言うという感じになってますが、ここもね、問題で聞かれそうだなと思います。これはですね、あ、沖縄のだという人もいれば、あらず、いや、そうではないよっていう人もいるということですね。口々申せばですね。これも皇后ですね。後で出てくるんでね、皇后ね。えー、中宮定子様です。口々申せば、うこんぞ見知りたる呼べというふうにね、えー、おしゃべりになっている中宮様がいらっしゃいます。 はい。継女子の像で、たる官僚存続にかかり結びの法則ですね。口々に、皇后様に申すので、皇后様は、ウコンが見知ってるはずだと、呼びなさいと言って、召せばですね。お呼びになる、中宮停止皇后です。参り、たり、参上しました。皇后のもとに、ウコンという女房がね、参上したわけですね。献上後。で、たり、官僚の女同士です。これは沖縄のかというふうに聞いたわけですね。 見せ、させ、たもーですね。見せてみたわけですよ。実際にね、中宮天使、皇后様は、このウコンにね、今の目の前にいる犬が沖き丸るかどうかっていうのを判断させようと思ったと。すると、にてははべれどですね。丁寧語使ってます。喋っているのはおそらくウコンでしょうね。だから、皇后様、中宮天使に対して使っている丁寧語というふうになります。 丁寧語っていうのは喋っている人間がそれを聞いている相手に対して使う言葉になるので、えー、右近から皇后中宮亭主に対してというふうに取りましょうお店遊ばされると。 似ていますが、これは、ゆ々しげにこそ、はべるめれですね。形女子こそがあって、はべる、丁寧語です。ウコンがまだ喋っているので、ウコンから、中宮帝使様、皇后に対して。で、遠曲の助動詞のめりを使ってますね。これは見るからにとてもひどい様子のようですと。まあ、だから、大怪我を負ってるというね。もう、ボッコボコにされたんでしょうね。かわいそうにね。何にもあれないのにね。また、沖縄のか、とダニ言えばですね。副助詞のダニが出てきています。また あ、お前は沖縄のかとさえ言うと、喜びて猛でくるものを、呼べどよりこずというふうになってますね。謙譲語で、ウコン皇后様のことのところ、まあ自分のところにっていう感じではあるとは思いますけども、えー、皇后様のところに参上するのにと、呼べどよりこずですね。やってこないと。 いつもは喜んでやって参りますのに、読んでも私のところには寄ってこないですと。あらぬ、な、めりですね。このぬは打ち消しの助動詞の図の連体形。で、なめりは、なるめり、なんめり、なめりという発音便か無表記が行われています。なるというのは断定の助動詞のなりですね。そしてめりは遠曲推定の助動詞のめりになっているので、これは違うように見えますですね。 そして、それは、打ち殺して捨てはべりぬですね。丁寧語を使ってます。ただたかが誰か言ってましたね。打ち殺して捨てました。というふうにね、官僚の助動詞のぬを使ってますね。沖縄のは、打ち殺して捨てました。と、こそ申しつれ。って言ってますね。刑助詞で申す。謙譲語ですね。右近から、えー、皇后様に。謙譲語。そして、官僚のつ。 かかり結びの法則で、已然形連れというふうになってます。ちゃんと申しましたと。二人して歌うにはですね。二人、クロード二人が売ってたって言ってましたね。二人して歌うには、家庭ですね。助動詞の無っていうのは、後ろに点とか何かしらの助詞がくっついてる場合っていうのは、助動詞の無は家庭で取ることが多いです。で、ハベべり難ですね。丁寧語を使ってる喋り相手である皇后、中宮天子に対して、 で、脅威の助動詞のぬの未然形。そして、水流の助動詞のむですね。はい。二人で打ちますなら、生きておりましょうか、などと申せばですね。作者、これ、字の文に戻りましたから、作者から謙譲語で、交互、中宮帝子に対するものですね。心うがらせたもうですね。二重尊敬使っているので、中宮帝子様は非常にね、不憫にお思いになっているという感じです。 黒労なりて、ちょっと辺りが暗くなってきました。時間の経過ですね。物食わせたれどですね。死液の助動詞、すです。すっと刺すと子孫ができるですね。たれ、完了存続の助動詞ですね。で、食わね。これは打ち消しの助動詞の図の依然形になるので、暗くなって、物を食べさせたが食べないのでですね。あらぬものですね。あらぬ、そうではないものです。 つまり、あ、やっぱり沖縄路じゃないのかということですね。言い,いなしで闇ぬる終わってしまった官僚の助動詞のぬです。その勤めて翌朝ですね。別の犬だというふうに人々はみんな決めてしまってね。そのままで終わってしまったその翌朝です。音削り串。 未調子など参りてって書いてますね。ここ注意しといてくださいね。この参る尊敬語なんで、これ、中宮天子様、皇后様が自分の髪の毛を整えている、そして手を洗う水とかで、まあ、いわゆる朝起きた時のお手入れをなさっているという感じなんですよね。皇后様は挑発されたりとか、お手洗いの水などをお使いになさってです。ここ、尊敬語なんでね、気をつけておいてくださいね。 御鏡を持たせたまいて。この瀬は私役です。作者である清少納言に持たせてるんですね。で、なさる。持たせてるのは中宮亭止ですから、皇后に対する尊敬語です。で、ご覧ずる。これも中宮亭止、皇后に対する尊敬語です。私にお鏡を持たせなさり。えー、神ですね。様子をご覧になるときに。 下に犬の柱のもとに至るを見やりてですね。犬が柱のもとにいるわけですね。だから、官僚存続の存続で取りましょう。目の前に犬が柱のもとにうずくまっているのを見やってですね。哀れ、昨日、沖縄を意味重も打ちしかな。官僚の、えー、過去の助動詞、きの連帯形です。せ、まる、き、し、しかのしですね。私が、昨日、沖縄をひどくも叩いたことよと。 死にけむこそ哀れなれですね。過去水量の助動詞けむです。でこそ使ってるからね。係り結びの法則で哀れなりという形容動詞が依然形になってます。多分死んでしまったろうが本当にかわいそうにと。何のみにこの度はなりぬラムですね。官僚脅威の助動詞のぬに現在水量の助動詞のラムです。 一体何の実に今度はなってしまっているのだろうという感じですね。ここも問題になってもおかしくないかなと思います。まあ仏教的ないわゆる生まれ変わりという思想をね、イメージしているんだなというふうに理解しておいてもらえれば OK です。いかにわびしき心地しけむ過去水量ですね。どんなにつらい気持ちがしたことだろうと言っているときに、この至る犬の古い罠なきてですね、ここにね、うずくまっている犬がブルブル震えて、 涙をただ落としに落とす落としに落とすの2はねこれ格助詞で脅威なんですよ格助詞って普通体言連体形にしか接続しないんですけど脅威の意味で使う場合っていうのは連用形にくっつくっていう例外があるんですねだから落としに落とすの2は格助詞脅威というふうに気をつけておいてください涙をボロボロとひたすら落とすのだがなんと意外なことには意図あましきは 沖縄廊にこそありけれですね。これ、断定の助動詞なりの連用形です。そして、形女詞。係り結びの法則、けり、過去の助動詞が依然形になってます。これは沖縄廊だったのだと。ヨベは隠れ忍びてあるなりけり。ですね。断定の助動詞過去の助動詞です。昨夜は隠れてじっと我慢していたのだった。と。 哀れに添えておかしきこと限りなしですねしみじみ哀れである一方面白いことは限りもないと。 おかがみうちをきてさはおきなまろかと言うにっていう,うになってますね持っていたおかがみを置いてですね私がお前はおきなまろなのかと言うとひれ伏して意味じゅうなくですねあおきなまろですねお前にも意味じゅうおじ笑わ,わせたもうですねせたもう二重尊敬使っているので皇后一条天皇じゃなくて中宮帝氏がお笑いになってるんですけどもここね、えー、大変怖がるですおじっていうのは怖がって お笑いになるやからおそらく沖縄は死んだっていう話になってるのでその沖縄が出てきたってことは怨霊とか悪霊になって出てきたのかなっていうふうにちょっと思ったのかなと思いますここね一条天皇がまあちょっとあいつやっちまえみたいな感じになったんでね部下たちが沖縄をちょっとやってしまったやんかっていう。でなのにいるってことはって思ったんやと思います。 まあ、たまたま、えー、殺されずに済んだんでしょうね。ウコンのないし、めしてですね。はい。亭子はお呼びになりました。皇后さまはウコンのないしをおめしになり、お呼びになってね。かくなん、このようなことが、と仰せられれば、二重尊敬使っているので、一条、うん。 中宮天使が喋ってるのね、このようだと仰せになるので、笑いののしる、大騒ぎするという意味です。ののしるね、注意しときましょう。上にも聞こしめして、聞こしめすですね、お聞きになるという感じになってますね、尊敬語。みんなで笑って大騒ぎすると、一条天皇がお聞き遊ばされてですね、渡りおわしましたりですね、みんなが騒いで笑ってるから、お、んやんや、何があったんやっていうふうにやって来られたわけですね、天皇陛下。 官僚の助動詞を使ってます。こちらへおいでになったと。あきれたことに犬なども。かかる心あるものなりけり。ですね。断定の助動詞のなりに過去の助動詞のけりです。 と笑わせたも二重尊敬使ってますこのような心があるものだったとお笑いになってますね。このような心っていうのはどのような心かっていう問題が出そうだなというふうに予想します。このような心というのは人に何かを言われて感動する、まあ、気の毒にかわいそうにと同情されることになって嬉しくて感動して涙を流すような心つまり感情があるということを言ってるんですね。上の この女房なのも聞き手参り集まりてとなってますね。これはもう字の文なので、作者から天皇陛下のもとに、えー、天皇陛下、お月の女房たちもですね、やってきたわけですよ。そして、呼ぶにも今ぞ立ち動くですね。沖縄を呼ぶにつけても今こそは立って動くと。なお、この顔などの腫れたるですね。この顔などが腫れているというのはと、腫れていることだと。 ものの手をせ、させ、ばやですね。させ、死役です。で、ばやというのは、修女詞で、自己の願望を表すので、何々したいというふうになります。だから、なんとか手当てをさせたいとね、筆者である清少納言が言うと、 ついにこれを言い表しつることというふうに言ってますね。言い表した。これってどれなんだというのが、実はですね、いろいろ説が分かれるところなんですよ。で、このこれっていうのが、沖縄の手当てをするというふうに、天皇陛下が追放したものをかばうようなことを言って とか、ね「翁、え、麿、ー、がかわいそうだということを白状した」っていう風にとったりとかいろいろあるんでこのこれに関してはねちょっと学校の先生にも、えー、解釈よるかなと思いますが、えー、作者清少納言が沖縄美意気であるということを今白状しましたねって周りから笑われてるわけですよ。 うん。まあ、だって、沖縄路は追放を受けた、本来であれば、罪を持っているものですからね。罪人、まあ、人じゃないです罪犬かな財権ですね。を、えー、あなたはかばったね、とかっていう風に、みんながちょっと茶化してる感じですね。ただたかは聞きて、台番どころの方よりって書いてます。女房たちが笑うと、ただたかが聞きつけて、台番どころの方からですね。さ、とにや、はべらん。 彼、ミ、ハベラムって言ってなってますね。にや、にか、アラムの、には、断定です。そして、ハベラ、丁寧語使ってますね。喋っているのは、ただたかなので、ただたかから、て、えー、帝子や天皇陛下に対する丁寧語ですね。で、水量の助動詞。で、彼をミ、ハベラム。同じような丁寧語で、こっちも水量、いしでもいいかな。この、ハベラムのムーは、いしでもいいかな。そういうことなのでございましょうか。それを見いたしましょう。というふうになってます。 さあ実際にさば、えーまあ、いたというかボッコボコにした忠敬がやってきたわけですねと言いたれば言ったのでななしししささららににるものでですすねさらにと打ち消しは全く何々ないですこの場合は「なし」っていう形容詞とくっついてるので全くそのようなものはないですねまあ恐ろしいこと絶対にそんなものはいないですよ と、言わすれば、私益でね、言わせたわけですね。さわりとも、見つくる折りも、はべらん。はい、はべる。丁寧語ですね。これはまあ今、作者に喋りかけてるのかなという感じですね。で、 言わせると、それでも見つけるときもきっとございましょう。その沖縄のことをきっと見つけることもございましょうと。さ、のみも、え、隠させ、たまわじですね。えと、打ち消しで不可能です。じは、不可能。これね、打ち消しになりますね。で、せ、たまわというのは、尊敬語を使っているという感じですね。中宮帝子様がお隠しなさらないっていう感じですね。 そうばかりお隠しなさることもできます前にというふうな感じで言ってるつまり何かっていうと沖縄を処罰した本人なんですで沖縄を処罰して殺して捨てたって言ってんのに沖縄が生きてるってことは これ、まあ、可能性としては二つあって、まあ、なんか全く動かなくなって、死んだと思って勘違いして捨てたら、実は生きてたっていう可能性。まあ、この場合であれば、えー、ただたが、まあ、言うなら、とどめを刺しに来たというふうにも考えれるわけですよね。だから、女房たちはかばってると。沖縄の、えー、そんなものいないですよ、いないですよ、みたいな、まあまあ、そんな、なかなか最後まで隠しなさることなんてできませんよ、とかっていうふうに言っているパターンと、もう一つは、ただた自体が、 この犬が殺されるのはあまりにもかわいそうやなと思ってこっそり死んだことにして逃がしたのかというパターンのどちらかですね。でそのことを分かってる上でちょっと言葉の上でね「あのあれ殺したはずの沖縄廊がいるというのはあれどういうことなのかな?」みたいな感じで来て「いやいやそんな人いませんよ」っていう風にみんなで盛り上がってるかの可能性は2つです。本当に、えー、やっってしまったと思って っていうパターンと、まあ、実際はタ敬タがかわいそうだなと思って見逃しになったということでいやいや僕はやることはやったんですよでも本当に生きてるんですかっていうもうあからさまな棒読みえ,え生きてるんですかみたいな「いやあんたが逃がしたんちゃうんかい」っていうねやり取りかどっちかですねこれどっちなんやろうなっていう気はしますけども。 はい。まあ、とりあえずですね。さて、かしこまり、許されてですね。はい。許されたみたいですよ。お咎めも許されて。このかしこまりというのは、帝からの音が目ということですね。追放を受けてましたか、ね、らね。元のようになりにきです。官僚の助動詞そして過去の助動詞ですね。元のようになったと。 そして、なお、哀れがられてですね、受け身です。やはり人たちからかわいそうに思われて、古い泣き入れたりしこそですね、官僚の助動詞たり、そして過去の助動詞の気です。震えて泣きながら出てきた時は、世に知らず、打ち消しですね。おかしく、哀れなりしか、過去の助動詞気の依然形です。 この世に類がないほど面白く、またしみじみと心動かされることでもあったというふうに言ってますね。まあ、ここに防線を引いて、彼らは一体何に感動しているのかというふうな問題になると、これ最後の一文が全てを表現してるんですけども、人などこそ、人に言われて、 泣きなどはすれですね。人間などは心があり感情があるから人にね言葉をかけられてそれに感極まって泣いたりするものではあるのだが犬はそんなことはないはずなのに今回の沖縄はかわいそうに気の毒に行って声をかけられたことに嬉しくなって感動して心動かされて涙を流したという話に感動したっていう内容なんです。沖縄が 作者にね、ちょっと同情されて、それに心を動かされて涙を流して泣いたっていうことがおもろいなっていう話をしてるんですよ。まあ、ほんまにあったかどうかっていうのはちょっとわかりませんが、えー、今回のこの上にサブラウオンネコアというお話ではそういう結論になっております。はい、ということで。<coughs> 非常に長かったですけども、梅上にサブラウオン・ネコはというね、枕草子の一節解説していきました。えー、皆さんの定期テストの、えー、役に立てば幸いです。皆さんテスト勉強頑張ってください。古文はエントメドジェイ。バイバイ。テスト勉強頑張って。